続きまして、レグルスから、トーヤさん、お願いいたします。では、お願いいたします。あ、マイク持って喋っていただけたら。はい、お願いします。どうですか、緊張されてます？バカ緊張するっすね。バカ 緊張するということで、歌の自信のほどは。自信はそうっすね。いつも本番に弱いタイプなんで。ああ、なるほど。じゃあ、今回は本番に勝っていただけたらと思います。今回歌われる曲名を教えてください。レミオロメンの3月9日を歌います。おお、今回、多分初めてだと思います。では早速歌っていただけたらと思います。曲の方をお願いいたします。流れる季節の真ん中で、ふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に、私とあなたで夢を描く。3月の風に想いを乗せて、桜のつぼみは春へと続きます。
お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。とても力強い声で、はい、では得点の方に進めていきたいと思います。惜しい、 89.734。 惜しい、めちゃくちゃ惜しいですね。はい、あと一歩、ほんと、ね、あと 0.5 歩ぐらいでしたね。はい、すごい、今コメント来てます。レグルス、レグルス頑張れって、はい、はい、コメントいただいた方にも一言お願いいたします。はい、クラブレグルス、その12月にもうイベントがたくさんありますので、詳しくはヨガイを見ていただけてればと思います。ありがとうございます。ぜひホストガイドの方でイベント情報からレグルスさんの、イベント情報をチェックしてください。レグルスから、トウヤさん、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。